音が出てない。まあご覧のようにこのドルーという青年がこれ、ドラコニスというファンタジーの世界なんですけども、そこに、ま、ある理由からこう紛れ込んでしまって、そこで最後の生き残りのドラゴン、トゥバンと出会って、で絆を深めていくという、ゲームですね。まあ、見ていただいた通り、このドルーという青年はあの右腕があのドラゴンのようになってしまっていて、まあ、それはそのストーリーについては今後またあの詳しくお知らせしていきますけども、まあ、それによってこの2人はあの命を共有する関係になってしまっているんですね。片方が死んだら片方も死ぬ。だからこの世界で生き抜いていくために、まあ、2人は協力しなければならないということで、物語が進んでいきます。すごいちゃんと説明します、はい、覚えてきたんで。いや、あの久々の男性であの赤くない主人公を作ったじゃないですか。あ、そうですね、あの僕が今まで作ってきたゲームではあの、まあ、ヒーローがテーマになっていて、あの主人公はこう不老不死だったり、こう無敵だったり、まあ、あの超人的な能力を使ったりというキャラクターだったんですけど、今回はもう本当に、まあ、腕がドラゴンになってしまっているというあの境遇ではあるんですけど、あのヒーローではない、もうトレーニングされていない普通の青年がこのドラコニスに紛れ込んでしまってどう生き抜いていくかというところを描いてみたいなと思って、まあ、あの皆さんもこう共有して共感していただけるんじゃないかなと思います。プレーはこっそり続いています。そうですね、うん、まあ、プレイはこのドルーを操作するんですけども、あのご覧のように、相棒のトゥバンが、自分でこう自律的に考えて行動して、敵を攻撃してくれます。でまたこう簡単なこうこいつを攻撃しろとか、またこう戻って自分を守ってくれというような、こうオーダーも出すことができるので、まあ、そういうことを使いながら、バトルをしていくわけですね。もうとにかく開発中もドラゴンが本当に生きているような感じを出すんだっていうことをずっと言ってますもんね、僕ら。そうですね、この、まあ、プレイヤーの触り心地っていうところも、まあ、RPG とは重要なんですけども、やっぱりこの相棒であるドラゴンっていうのをこう生き生きとした、存在として描きたいっていうのが、大きいテーマになってますね。一番が嬉しそうに見えますねじゃあちょっと進んでみましょう。まあ、こうした形で、冒険の中では宝箱なんかからアイテムを入手していくわけですね。まあ、画面 の左下に、アイテムの表示ありますけれども、まあ、所持できる数にも限りありますし、またあの武器にも耐久値があったりするんで、まあ敵とこう戦闘するか、あるいはまあ場合によっては逃げるとかいうような戦略を組み立てていく必要があるわけですね。この通常のアクションゲームと違って説明することてんこ盛りなんで、てんこ盛りなんで大変ですよね本当に RPG、 もう本当にアクション RPG なんで。このドラコニスという世界にあのパルスというエネルギーが存在していて、まあ、それによってこう情景が形作られていると、まあ、こう大きくうねった木とか浮いてる岩とかあるんですけども、まあ、それがこうちょっと我々の世界とは違う独特な情景を作ってるわけですね。あのパルス攻撃もありますよね。そうですね、そのパルスっていうのはこの世界の生命のエネルギーで、ドラゴンと、生命をこう共有しているプレイヤーも、このようにそのエネルギーを使うことができるわけですね。まあ、攻撃することもできますし、またあのドラゴンをこう、癒す、攻撃して傷ついたドラゴンを癒したりする時にもこのパルスのエネルギーを使いますね。次進みましょうか。じゃあ、はい、冒険を進めてみましょう。はい、でかいやつが出てきましたね。こういう巨大なモンスターになるとプレイヤー人間一人では、到底太刀打ちできないので、ドラゴンが、当然こう強力な力で戦ってくれるんですけども、それをプレイヤーもこうサポートしていって戦闘を有利に進めるっていうのがこの戦闘の肝になってきます。例えばちょっと、サポートするようなアイテムを使ってみようと思うんですが、うまく成功するかどうか。外れましたねまあ聞いたかな、まあ、これ聞いた、はい、聞いた。あの敵に貼り付けることもできるんですけど、まあ、このようにあの敵の動きを止める今地雷を使いましたね。でまたこのようにあの敵の体にこう取り付いてザクザク攻撃することもできます。あ、今、左腕を切り落としましたね。
まあ、こうすることでドラゴンがより有利に戦えるような状況を作っていくわけですね。これ今見ている僕らも結構緊張してるんですけど、スクリプトで組まれたりしてるわけじゃないんで、ドラゴンも AI で動いてるし、全然自分たちの思い通りにいくかどうか分かんないんですね。そうですね。海外で何度かこうユーザーの皆さんにもご紹介したんですけど、何回かこうプレイ失敗してプレイヤー死んだりとかいろいろあったんで、今日うまく彼がプレイしてくれるかどうか。ギリギリ、ね、今の一番ダメな一番ダメなプレーをしましたね。今何が起こったのか神谷さん説明してもらっていいですか。まあ、ちょうど崖があるんですけど、こう困難な戦い方をしなくてもうまく崖から突き落とすことができればそれでも倒すことができるんですね。ただあのプレゼンとしては最悪なプレーですね。だって今からあのカマキリの手を切り落としたり、そうです ね、あとドラゴンのフィニッシュムーブなんかもあったり、お見せしたかったんですけど、山のようなクライマックスシーンがあったのに、まあ、YouTube で見ていただくとしてあ、今変身しましたよ。このそうですね、これも使いたかった、戦闘中使いたかったんですけど、これはドラゴンフォームといって、ドルーがあの一定時間パルスの、エネルギーゲージを使うことで、強力な攻撃ができるモードなんですが、まあ、それも今虚しく空を切ってる状態ですね。まあ、この辺でもちゃんと説明すると、あの神谷がやりたかったのは本当にドラゴンの強大さを描きたい。さっき説明したように主人公のドルーは普通の青年なんで、割と一定時間というか限られたスーパーパワーですよね。そうですね。あ、今あのドラゴン攻撃したんで、あの怒って攻撃してきましたね。まあこんなことしかできないという、うん、まあじゃあドラゴンと戯れるのはこの辺にしといて、ね、じゃ あの先に進みましょう。この先のプレーを見せるのはあの初めてだと思うので、本当はあのさっきのカマキリをこう倒すことで、あのジェムという宝石を手に入れることができるんですね。でそれを集めることで、それがあのゲーム中の通貨にもなって、アイテムを買ったり防具を買ったり、あるいは、ドラゴン自身を、進化させる、成長させることにも、使えるわけですね。ちょっとこの小さいカマキリも出てきたんで、こいつでちょっと試してみましょう。このようにパルスの力で、敵をこう結晶化させて、この、赤い、ジェムというアイテムを入手するわけですね。でこれを集めていって、ドラゴンを成長させたりアイテムを購入したりすると、あと今敵を攻撃した時にあの画面左側にあの、スキルポイントっていうのが表示されたと思うんですけども、まあ、攻撃することでそれは得られるプレイヤーの経験値なんですね。でその経験値を貯めていくことでプレイヤー自身もパワーアップさせることができます。あ、いいよ進んで。まあ、ちょっとここ狭い場所なんで、トゥバンは先にちょっと別行動で進んでますが、まあ、そういう場面もゲーム中は、ところどころあります。まあ、こういうところではプレイヤーは一人で戦わなければ、なくなるわけですね。まあ、後ろに見えるあのドラコニスのこの自然の美しさみたいなのも結構重要視しているというか、見てほしいところじゃないですか。そうですね。あの驚々しいモンスターが出てきたりするんですけど、こう緑が綺麗で抜けるような青空が広がってるっていう、その大自然の雄大さっていうのは、あのこのゲームの描きたいテーマの一つでもありますね。これから効果の霧が出てくるんですけど、あの演出がすごく好きですね。まあ、ちょっと上に見てください、画面の上の、まあ、ちっちゃい眉がありますね。ここから生まれてきたりするんですが、あ、今、ドラゴンがこう合流して敵を攻撃してくれたんですけど、まあ、当然攻撃してくれると一撃で倒してくれるんで有利にゲームは、冒険を進めることができるんですけども、先ほど説明したその ジェムを獲得するということが、まあ、できなくなってしまうわけですね。なのでこう、まあ、攻撃するなど命令して、自分が攻撃したり、あるいはここはこのタイミングではもう先に進みたいからもうどんどん攻撃してくれということをドラゴンにこう命令したり、まあ、そういった戦略の組み立てを、しながらゲームを進めていくことになります。まあ、今ユミヤを使って攻撃してますけど、まあ、別に登場するのはユミヤだけってわけじゃなくて、そうですね、まあ、プレイヤーが手に持っているその剣と、それから今背中に背負っている、ユミヤ、
まあ、これもあの遠隔の武器として使えるんですけども、今回お見せできるのはこの弓矢ですが、まあ、矢にもいろんな種類があったり、また弓以外にも、たくさん、サブ武器を用意してますので、それも楽しみにしていただきたいなと思います。まあ、僕が作ってきたアクションゲームのセオリーで言えば、まあ、あの武器も弾丸ももう無限だったりするんですけども、今回は持てる武器の数が限られてるんで、どうそれをも、装備を整えるか、それからその弓矢もまあ無制限には使えないので、お店で買ったやつを大事にどう使っていくかっていうのがまあ重要になってきますね。今ちょうどダンジョンの入り口が、見えてきました。入り口が、まあ、ご覧のようにあの木の根で覆われているので、まあ、プレイヤーは入れないんですが、まあ、こういうところでもあのトゥバンに、協力してもらうことになるわけですね。今命令してちょっと破壊してもらいます。まあ、このようにして、道を開いていくということが、まあ、ドラゴンと協力するまあ、重要なあの遊びの一つですね。戦闘以外にもこうした形で、協力をあのしてもらうことになります。はい、これはちょうどダンジョンの、奥地で、そのダンジョンのボスと、出会う場面ですね。これは、仲間の自分の仲間とそのドラゴンが、応援に駆けつける場面ですが、あのすでに発表しているようにぜひ4人で協力プレイができます。広大な世界で強大な敵と戦うわけですが、プレイヤー一人で戦うわけではないので感情を出すんだっていうことをずっと言ってますもんね、僕らも。そうですね、この、まあ、プレイヤーの触り心地っていうところも、まあ、RPG とは重要なんですけども、やっぱりこの相棒であるドラゴンっていうのをこう生き生きとした、存在として描きたいっていうのが、大きいテーマになってますね。一番が嬉しそうに見えますねじゃあちょっと進んでみましょう。まあ、こうした形で、冒険の中では、宝箱なんかからアイテムを入手していくわけですね。まあ、画面 の、 あの左下に、アイテムの表示ありますけれども、まあ、所持できる数にも限りありますし、またあの武器にも耐久値があったりするんで、まあ敵とこう戦闘するか、あるいはまあ場合によっては逃げるとかいうような、戦略を組み立てていく必要があるわけですね。この通常のアクションゲームと違って説明することてんこ盛りなんで、てんこ盛りなんで大変ですよね本当に RPG、 もう本当にアクション RPG なん で、 でこのドラコニスという世界にあのパルスというエネルギーが存在していて、まあ、それによってこう情景が形作られていると、まあ、こう大きくうねった木とか浮いてる岩とかあるんですけども、まあ、それがこうちょっと我々の世界とは違う独特な状況を作ってるわけですね。あのパルス攻撃もありますよね。そうですね、そのパルスっていうのはこの世界の生命のエネルギーで、ドラゴンと、生命をこう共有しているプレイヤーも、このようにそのエネルギーを使うことができるわけですね。まあ、攻撃することもできますし、またあのドラゴンをこう、癒す、攻撃して傷ついたドラゴンを癒したりする時にもこのパルスのエネルギーを使いますね。次進みましょうか。じゃあ、はい、冒険を進めてみましょう。はい、でかいやつが出てきましたね。こういう巨大なモンスターになるとプレイヤー人間一人では、到底太刀打ちできないので、ドラゴンが、当然こう強力な力で戦ってくれるんですけども、それをプレイヤーもこうサポートしていって戦闘を有利に進めるっていうのがこの戦闘の肝になってきます。音が出てない。まあ、ご覧のようにこのドルーという青年が
これ、ドラコニスというファンタジーの世界なんですけども、そこに、ま、ある理由からこう紛れ込んでしまって、そこで最後の生き残りのドラゴン、トゥバンと出会って、で絆を深めていくという、ゲームですね。まあ、見ていただいた通り、このドルーという青年はあの右腕があのドラゴンのようになってしまっていて、まあ、それはそのストーリーについては今後またあの詳しくお知らせしていきますけども、まあ、それによってこの2人はあの命を共有する関係になってしまってるんですね。片方が死んだら片方も死ぬ。だからこの世界で生き抜いていくために、まあ、2人は協力しなければならないということで、物語が進んでいきます。すごいちゃんと説明します、はい、覚えてきたんで。いや、あの久々の男性であの赤くない主人公を作ったじゃないですか。あ、そうですね、あの僕が今まで作ってきたゲームではあの、まあ、ヒーローがテーマになっていて、あの主人公はこう不老不死だったり、こう無敵だったり、まあ、あの超人的な能力を使ったりというキャラクターだったんですけど、今回はもう本当にあの、まあ、腕がドラゴンになってしまってるっていうあの境遇ではあるんですけど、あのヒーローではない、もうトレーニングされてない普通の青年がこのドラコニスに紛れ込んでしまって、どう生き抜いていくかっていうところを描いてみたいなと思って、まあ、あの皆さんもこう共有して共感していただけるんじゃないかなと思います。プレイはこっそり続いています。そうですね、まあ、プレイはこのドルーを操作するんですけども、あのご覧のように、相棒のトゥバンが、自分でこう自律的に考えて行動して、敵を攻撃してくれます。でまたこう簡単なこうこいつを攻撃しろとか、またこう戻って自分を守ってくれというような、こうオーダーも出すことができるので、まあ、そういうことを使いながら、バトルをしていくわけですね。もうとにかく開発中もドラゴンが本当に生きてるのか、例えばちょっと、サポートするようなアイテムを使ってみようと思うんですが、うまく成功するかどうか。外れましたね。まあ聞いたかな、まあ、これ聞いた、はい、あの敵に貼り付けることもできるんですけど、まあ、このように敵の動きを止める今地雷を使いましたね。でまたこのように敵の体にこう取り付いてザクザク攻撃することもできます。あ、今、左腕を切り落としましたね。まあ、こうすることでドラゴンがより有利に戦えるような状況を作っていくわけですね。これ今見ている僕らも結構緊張してるんですけど、スクリプトで組まれたりしてるわけじゃないんで、ドラゴンも AI で動いてるし、全然自分たちの思い通りにいくかどうか分かんないんですね。そうですね、海外で何度かこうユーザーの皆さんにもご紹介したんですけど、何回かこうプレイ失敗してプレイヤー死んだりとかいろいろあったんで、今日うまく彼がプレイしてくれるかどうか。あね、今の一番ダメな一番ダメなプレーをしましたね。今何が起こったのか神谷さん説明してもらっていいですか。まあ、ちょうど崖があるんですけど、こう困難な戦い方をしなくてもうまく崖から突き落とすことができればそれでも倒すことができるんですね。ただあのプレゼンとしては最悪なプレーですね。だって今からあのカマキリの手を切り落としたり、そうです ね、あとドラゴンのフィニッシュムーブなんかもあったりお見せしたかったんですけど、山のようなクライマックスシーンがあったのに、まあ、YouTube で見ていただくとしてあ、今変身しましたよ。そうですね、これも使いたかった、戦闘中使いたかったんですけど、これはドラゴンフォームといってドルーがあの一定時間パルスの、エネルギーゲージを使うことで、強力な攻撃ができるモードなんですが、まあ、それも今虚しく空を切ってる状態ですね。まあこの辺でもちゃんと説明すると、あの神谷がやりたかったのは本当にドラゴンの強大さを描きたい。さっき説明したように主人公のドルーは普通の青年なんで、割と一定時間というか限られたスーパーパワーですよね。そうですね、あ、今あのドラゴン攻撃したんで、あの怒って攻撃してきましたね。まあこんなことしかできないという、うん、まあじゃあドラゴンと戯れるのはこの辺にしといて、じゃ あの先に進みましょう。この先のプレーを見せるのはあの初めてだと思うので、本当はあのさっきのカマキリをこう倒すことで、あのジェムという宝石を手に入れることができるんですね。でそれを集めることで、それがあのゲーム中の通貨にもなって、アイテムを買ったり防具を買ったり、あるいは、ドラゴン自身を、進化させる、成長させることにも、使えるわけですね。ちょっとこの小さいカマキリも出てきたんで、こいつでちょっと試してみましょう。
このようにパルスの力で、敵をこう結晶化させてこの、赤い、ジェムというアイテムを入手するわけですね。でこれを集めていって、ドラゴンを成長させたりアイテムを購入したりすると、あと今敵を攻撃した時にあの画面左側にあの、スキルポイントっていうのが表示されたと思うんですけども、まあ、攻撃することでそれは得られるプレイヤーの経験値なんですね。でその経験値を貯めていくことでプレイヤー自身もパワーアップさせることができます。あ、いいよ進んで、まあ、ちょっとここ狭い場所なんで、トゥバンは先にちょっと別行動で進んでますが、まあ、そういう場面もゲーム中は、ところどころあります。まあ、こういうところではプレイヤーは一人で戦わなければ、ならなくなるわけですね。まあ、後ろに見えるあのドラコニスのこの自然の美しさみたいなのを結構重要視してるというか見てほしいところじゃないですか。そうですね、あの驚々しいモンスターが出てきたりするんですけど、こう緑が綺麗で抜けるような青空が広がってるっていうその大自然の雄大さっていうのはあのこのゲームの描きたいテーマの一つでもありますね。これから効果目切りが出てくるんですけど、あの演出がすごく好きですね。まあ、ちょっと上に見てください、画面の上の、まあ、ちっちゃい眉がありますね。ここから生まれてきたりするんですが、あ今、ドラゴンがこう合流して敵を攻撃してくれたんですけど、まあ、当然攻撃してくれると一撃で倒してくれるんで有利にゲームは、冒険を進めることができるんですけども、先ほど説明したその ジェムを獲得するということが、まあ、できなくなってしまうわけですね。なのでこう、まあ、攻撃するなど命令して、自分が攻撃したり、あるいはここはこのタイミングではもう先に進みたいからもうどんどん攻撃してくれということをドラゴンにこう命令したり、まあ、そういった戦略の組み立てを、しながらゲームを進めていくことになります。まあ、今ユミヤを使って攻撃してますけど、まあ、別に登場するのはユミヤだけってわけじゃなくて、そうですね、まあ、プレイヤーが手に持っているその剣とそれから今背中に背負っている、ユミヤ、まあ、これもあの遠隔の武器として使えるんですけども、あの今回お見せできるのはこのユミヤですが、まあ、矢にもいろんな種類があったり、またユミ以外にも、たくさんサブ武器を用意してますので、それも楽しみにしていただきたいなと思います。まあ、僕が作ってきたアクションゲームのセオリーで言えば、まあ、あの武器も、弾丸 もう無限だったりするんですけども、今回は持てる武器の数が限られてるんで、どうそれを装備を整えるか、それからその弓矢もまあ無制限には使えないので、お店で買ったやつを大事にどう使っていくかっていうのがまあ重要になってきますね。今ちょうどダンジョンの入り口が見えてきました。入り口がまあご覧のように木の根で覆われているので、まあプレイヤーは入れないんですが、まあこういうところでもあのトゥバンに協力してもらうことになるわけですね。今命令してちょっと破壊してもらいます。